それでは次回の総合学習は地元の商店街の皆さんにお願いして子どもたちに一日店長を体験してもらうことにいたします。謝ってください。梶田さん、うちの子に謝ってください。何度も言いましたが誤解なんです。うちの子は嘘なんかつきません。お願いです、僕の話を聞いてください。あなたみたいな暴力教師絶対許せません。それじゃあ先方とのスケジュール調整をよろしくお願いね。はい、わかりました。いつき、うん、ちょっと時間作ってくれない？何？いや、その時に。何を改まって。いや、じゃあ木曜の夜はどう？ OK、それじゃあ。あ、望月です。何？緊急事態でも起きたの？違います、高村先生にビジネス誌から取材依頼が来てるんですけど。取材？ビジネススタイルです。聞いたことない雑誌ね。で、何を取材していて？教育界に新しい風だそうです。は、何それ。高村先生に今の教育現場の現状についてお聞きしたいそうです。悪いけど断ってくんない？そうですか。あ、でも M&A 専門の敏腕弁護士がなぜ教育委員会をサポートしているのか興味があるって。敏腕？しかも美人弁護士のグラビアも撮影させてほしいと。美人弁護士？それでは全く畑違いの教育現場に弁護士である高村さんがお入りになって感じられたことはどのようなことでしょうか？はい、失礼いたしました。敏腕弁護士である高村さんが初めて教育の現場に入ってお感じになられたことはどのようなことでしょうか？はい、そうですね、学校側と保護者が共に協力し合って子供の成長を見守るのが本来の姿ですよね。気合入ってますね、今日の衣装とメイク。すっかり有名人だよね、高村さん。雑誌の特集になるくらいですからね。なるほど、うん。皆さんも写真一枚お願いできないでしょうか？え、本当ですか？写真？はい、高村先生囲んでぜひご一緒に。喜んで。美人弁護士のグラビア書なかったの？三浦さんもご協力お願いします。あ、これいいよ。教育委員会の広報にもなりますし人助けだと思って。おい、それじゃあ行きます。こんなことなら床屋さん行っとけばよかったかな。そうですね、どんな風に乗るのかな。あ、田舎に連絡しなきゃ。誰の取材だと思ってんのよ。私の取材なのよ。それよりもこの後のズレズレ校長講座視察って何？一般企業出身の校長が保護者を集めて定期的に開いている講座です。一般企業出身？保護者と学校、地域社会が三位一体になって盛り上がっている今話題の学校なんです。その視察です。ふーん、友竹真知子。へえ、民間出身の校長って女性なの？はい、3年前にこの学校に赴任されるまでは大手通信会社で業績を伸ばし続けていた業界でも注目の女性取締役だったそうです。バリバリのキャリアウーマンってとこですかね。今時キャリアウーマンなんて言わないでしょ。すいません、校長に就任してからは学園緑化プロジェクトと名付けて屋上に芝生を植えたりして新しいアイデアで次々と学校改革を進めています。あ、今度名誉市民賞を受賞されるそうですよ。名誉市民賞ね。高村先生にそっくりですね。あ、
だってお二方とも女性で教育界に新しい風って感じじゃないですか。どこが。私はこう思うのです。学校に対して素朴に感じる疑問や不安について意見を述べるのは我が子の教育に関心を寄せる親なら当然のことです。モンスターペアレント問題が世間を騒がせているばかりに教師に尋ねて確認したいことがあってもそれができなくて困っている保護者が増えているということは実は大変ゆゆしき問題なのです。なんか三浦さんみたい。今教師と保護者の信頼関係が揺らいでいます。このままでは学校が正しい方向性を見失うことにもなりかねません。そうなった時に犠牲になるのはいいですか皆さん。皆さんのお子さんたちなのです。保護者と学校は理解し合うものです。私は開かれたより良い学校づくりのため保護者の皆様と共に手を取り合って子どもたちのために力を尽くしてまいりたいと思っております。通りの校長先生ですね。そうね。校長先生、今日のお話もとても良かったです。私しっかりとメモりましたから次の講座も楽しみにしています。何なのあれ。友竹サポーターズです。え、友竹サポーターズ。校長先生のファンクラブみたいなものです。ファンクラブって。あの校長先生を熱狂的に支持する保護者が多いのがこの学校の特徴なんです。ああ、カリスマ校長か。もしかして高村さんかしら。はい、高村ですけど。あ、やっぱりあなただったんですね。お会いできて光栄です。あ、教育委員会に腕の立つ女性弁護士がいるって伺ってましたけどあなただとピンときたわ。今度ぜひいろいろとお話を聞かせてくださいね。あ、では高村先生も緊張するんですね。うるさい。写真小さすぎて誰が誰か分かんないね。頭見たらすぐ小山さんって分かるじゃないですか。分かんない。僕なんて田舎に連絡しちゃいましたよ。おはようございます。あ、高村先生、雑誌送られてきました。僕たちの写真小さいでしょう。モンスターバスター参上。ね、あなた教育系の真面目な雑誌って言ってなかった。ええ、教育界に新しい風って言ってなかった。言いました。何なのよこれは。身から出たサビじゃないですか高村先生。私こんなこと言ってません。言葉の端々をつないで面白おかしく記事を書くマスコミにはよくあることですよ。そういえば学校のモンスターがどうの言ってましたよね。理不尽な親の信じられない要求とも言ってた。その記事合ってるんじゃないですか。だから私はこんなこと言ってません。とにかく今後はくれぐれも軽率な発言には気をつけてください。あなたも一応教育委員会の人間なんですから。校長、この番組はライオン、トヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りします。実はある保護者の方のことで困っておりまして。先生のところは保護者の方との関係も良好で優良校だとお聞きしてましたが。その通りです。
しかしただ一人だけ理不尽な保護者の方がいらっしゃる。ですから何とか高村先生のお力をお借りできないかと。でも私がお役に立てるんでしょうか。先生のお力をもってすれば保護者の方も納得なさるんではないですか。でも争い事になりますと法律的なことには全くの素人ですし、そういう面でもご相談できる方を探していたところなんです。でしたら教育委員会にいらしてください。私の他にもスタッフがおりますし、どういった形で先生をサポートできるのかいろいろご提案できると思います。高村先生にお願いできないかしら。教育委員会は苦手なの。ほらお役人気質でしょ。わかります。それに比べてあなたは違う、聡明で知的。そんな、あなたは私と同じで外から教育現場に来た女性でもあり、なんだか親近感を感じてしまって、初めてお会いした時から信頼のできる方だと思いました。わかりました、私がやってみます。そうですか、ありがとうございます。友竹校長が。はい、私のところに個人的に相談に来られました。問題のある保護者のことでかなり悩んでらっしゃいます。そうですか、あの人が。友竹校長ご存知ですか。ああ、ええ、校長会で顔を合わす程度です。教育長、この件私に任せていただけないでしょうか。わかりました、高村先生にお願いいたします。ありがとうございます。では失礼します。高村先生。はい。あ、いやいや何でもありません。頑張ってください。はい。香川先生は逃げるばかりで謝罪すらしてくれません。学校に何度掛け合ってもまるで相手にしてくれないんです。梶田さん、お子さんが話されたことをもう一度お聞かせいただけますか。1ヶ月前です。うちの子がひどく顔を腫らして帰ってきました。私がどうしたのって理由を聞くと、泣きながら先生に殴られたって言うんです。お子さんはどういう状況で殴られたと。おい、何してるんだ。下校時間はとっくに過ぎてるぞ。忘れ物を取りに来たんです。いいから早く帰るんだ。だって絵の具がないと宿題の絵が描けないもん。帰ると言ってるんだ。嫌だ。口答えしてるな。うちの子は先生が怖いって言ってます。学校へ行くのが怖いって。あんな暴力教師絶対許せません。今すぐ辞めさせてください。まだそうと決まったわけじゃ。私も母親です。あなたの辛いお気持ちはよくわかります、梶田さん。しかしきちんと事実確認をしませんと保護者の方の言い分だけでは判断できないんですよ。うちの子は殴られたのよ。先生に殴られたのよ。うちの子がそう言ってるんだから間違いないのよ。十分に調査いたします。万が一そのような事実があった場合は厳正なる処分をいたします。どうぞ私を信じてください、梶田さん。僕は殴ってなんかいません。しかし梶田さんは先生が拓人君を殴ったと強く主張してらっしゃいます。でも本当に殴ってなんかいないんです。香川先生、その時の状況をもう一度お聞かせいただけますか。はい。あの日僕が
放課後の見回りをしていたところ。おい、何してるんだ。下校時間はとっくに過ぎてるぞ。忘れ物を取りに来たんです。いいから早く帰りなさい。だって絵の具がないと宿題の絵が描けないもん。宿題はいいから、暗くなるから早く帰りなさい。それだけですか。そうです。事実を包み隠さず話してください、香川先生。何も隠したりしてません。よく思い出してください。本当に暴力を振るったことはないんですね。ありません。軽く肩に手を置いただけです。先生にとって何気ないスキンシップでも、小さな子供はそれを暴力と受け止めることもあるんです。ですが僕にはあれが暴力だとはどうしても。あなたにとってどうこうではなく、子供が暴力と受け止めたらそれは暴力なんです。校長先生、子供に手を挙げたことは一度もありません。梶田さんの勘違いなんです。本当です。お気の毒よね、香川先生。変な母親に絡まれて。先生が子供を殴るなんて本気で思ってんのかしら。いるのよね、何でも子供の言うこと鵜呑みにする母親。本当にね、せっかくみんなでいい学校にしようときにね。あの人がいなけりゃこの学校もっと良くなるのにね。ちょっとねえ、次の友竹校長囲む会は金曜日の3時でいいかしら。いいわ。北村さんは、あの、私その日は。あら、北村さん都合が悪いの。ええ、ちょっと。今は校長先生も大変な時なのよ。こんな時こそ校長先生を助けるのが私たち保護者の務めじゃない？そうよ、北村さん。すいません、なんとか都合つけます。よかったわ。失礼します。ああ、高村先生。サースウェブの契約書のクリーン版をお持ちしました。ああ、それはどうもありがとう。ああ、そうだ、読みましたよ。え？モンスターバスター参上。随分これ忙しいですね。やめてください。でもいないことを大げさに書かれて困ってるんです。ああ、そうだったんですか。まあ教育界であまり有名になられても私としてもちょっと心配なんですけどね。はい。高村先生がこのまま教育委員会の人間になってしまうんじゃないかって。そんなことありませんよ。そうですか。いや、それを聞いて安心しました。とにかくマスコミには注意した方がいいですね。そういう雑誌も誰が見るか分かりませんから。はい。いつきにとって俺ってどんな存在？何よ突然。最近本当付き合い悪いじゃない。お互い忙しいんだから仕方がないでしょ。教育委員会の仕事に力入れすぎなんじゃないか。え？この頃いつき少し変わったぞ。どこがよ。なんていうか、やわになったというか。そんなことないわよ。俺もお前の評価につながると思ったから教育委員会の仕事を進めたけど、本当にお前のためになってるのかな。城山先生も何考えてんだか。今まで築いてきたキャリアを壊すようなことにならないよう樹には気をつけてほしいな。分かってる。教育委員会としても生徒、先生、PTA の皆さんに聞き取りをいたしました。しかし残念ながら梶田さんのおっしゃる事実は見つかりませんでした。え？香川先生の日頃の生徒への接し方も特に問題はありません。前任校にも確認しましたが、これまで香川先生が暴力を振るったということは一切ありません。あなた何言ってんのよ。そんなこと聞きに来たんじゃないわよ。ですから教育委員会が入れば少しはまともになると思ったけど、全然ダメじゃない。所詮は役所仕事ね。私が聞きたいのは、うちのタクトが先生に殴られたという報告です。ですからそれは、今日学校に来るために仕事を休んできました。時給820円、1日5330円。どうしてくれんの。弁償してもらうわよ。そんなことできません。だったらもっとちゃんと調べなさいよ。調べました。
何度も申し上げますが、香川先生がお子さんに暴力を振るったという事実は見つからないんです。じゃあ、あの怪我は何だって言うんですか。殴られでもしなければあんな怪我するはずないじゃないですか。顔を晴らして帰ってきたんですよ。私が見てるんですよ。藤田さん、仮にお子さんが誰かに殴られたとしても、それが香川先生だという証拠はどこにもないんです。うちのタクトが先生に殴られたって言ってるんです。被害者がそう言ってるんだから、それが何よりの証拠でしょ。裁判でも被害者の言い分を一方的に信用することはありません。うちの子の言うことが信用できないって言うんですか。うちの子が嘘ついてるって言うんですか。そんなことは言っておりません。あなたね、さっきからどうしてそんな一言みたいな顔ができるのよ。え、うちの子が暴力振るわれたのよ。気取ってないでもっと真剣に話聞きなさいよ。そんなつもりはありませんが。顔は気取ってるのよ。お母さん、どうか落ち着いて。私あなたのお母さんじゃありません。すいません。あなた本当に弁護士？こんな派手な弁護士見たことないわ。困りましたね。これはやはり当人同士しかわからないことですしね。お子さんと面談をしてみましょう。タクト君にですか。タクト君は事件の当事者よ。直接本人に聞き取りをするのよ。やめてよ。先生に殴られたショックでタクトは傷ついてるの。大人が怖いって言ってるの。知らない大人に囲まれたりしたらあの子きっと精神的に参ってしまう。でも梶田さん、タクト君に聞いてみれば何らかの進展があるかもしれないじゃないですか。やめてって言ってるでしょ。絶対タクトには会わせませんから。梶田さん、地道に話し合っていくしかないんでしょうかね。いくら話し合っても無駄ですね。そんな、あんな人じゃなかったんですけどね。ありました。梶田さん、こんなにいろいろ要求してたんですね。彼女はモンスターペアレントね。学校への要求イコール言いがかりではない。だってこうやって学校から相談依頼が報告されてんのよ。梶田さんにとっては切実な願いだったのかもしれない。それがうまく伝わらなくてクレームにされてしまったのかもしれない。いい？校舎の壁にアスベストが使われていないかすぐに調べてほしい。プールの水が冷たすぎるのではないか、水温管理は毎日行ってほしい。学校に不審者が入らぬよう全ての教室と通用口にカメラを設置してほしい。これが切実な願い？子供の安全と健康を考えればそういった要望もむしろあって当然じゃないのか。度が過ぎるでしょ。周りの人間が迷惑してるのよ。もっと冷静になったらどうだ。君は法律家だろ。なんか違うんですよね。ん？わかった。嬉しいな。変えてみたのよ味付け。ほら、シチリアンスプリングロールいけるでしょ。そうじゃないですよ、高村先生のことです。あー、どうした弁護士先生。マスター、望月さんは違いのわからない男ですよ。違うって。梶田さんに対してちょっと冷たいっていうか、なんかきついっていうか。あの人いつもあんな感じですよね。えマスター、俺に振らないでよ。友竹校長に直々に頼まれたから張り切ってるだけなんじゃないのかな。ほら、強い女同士惹かれ合うものがあるっていうか。そうなのかな。まあ僕はきつい女性は嫌いじゃないけどね。男ってね、案外強い女にグイッと引っ張ってもらって、あえて厳しいことバシバシッと言ってもらいたい。まあそんな願望あんのよ。マスターもそうなの。僕もなんだよね。でもあの人の場合、引っ張りすぎて男は逃げちゃうんじゃないんですか。一番きついの君。惹かれ合うものか。訴える。梶田さんから電話がありました。どうしたらよいのでしょう。いいじゃないですか。それなら法廷の場で決着をつけましょう。お互いの言い分が真っ向から対立してるんです。そういう時のために司法があるんだと思います。白黒つけましょう。でも
校長先生は世間でも名前が通ってますから、裁判になるとマスコミにあることないこと書かれるのではないかと心配なさってるんでしょ。まあ私こう思うんです。小さなことでも目をつむってるとやがては大きな損害を受けてしまう。ご自身の多少の犠牲を払ってでも真実を明らかにするべきではないでしょうか。梶田君、最強文出版編集部。川野小学校にとんでもないモンスターペアレントがいるんです。モンスターペアレント？はい、友竹校長の小学校です。やっぱりこの記事そうじゃないかと思ってたのよ。ひどいわよね、こんないい校長にこんなこと言ってたんだよ。来た来た、モンスター。最低ね、不平気な顔していられるわね。ソースは教育委員会を手伝っている外部スタッフ T とある。はあ、嘘よ、私こんなこと言ってないわよ。本当よ。でもあなたが主張していたことだ。梶田清美はモンスターペアレントだとな。校長に文句を言うなんて言いがかりのいいところだわ。ちょっとありえないわよね、あんな自分勝手で理不尽な人。お母さん、お母さん、もう文句言いに行かないで。タクト、僕我慢するから。校長先生、悔しいです、こんなこと書かれて。けーって梶田さんのことですよね。皆さん落ち着いてください。ここに書かれてることは真実ではありません。でもモンスターペアレントがこの学校に現れたなんて校長の実績にも傷がつきます。せっかく私たちが先生をサポートしてきたのに。子供のことを思う親がモンスターであるはずがありません。でもこのままじゃ子供にも悪影響です。そうですよ、梶田さんを何とかしましょう。あの人は根拠のない言いがかりで学校の輪を乱しています。いっそのこと
梶田さんのお子さんに転校してもらってはどうでしょうか。この学校はモンスターが来るところじゃないです。校長先生、私たち緊急保護者会の開催を提案します。梶田さんを徹底的に糾弾しましょう。私の言ってること分かってくださるわよね。全て解決したとはどういうことでしょうか。誤解だったんです。誤解ね、梶田さん。あの怪我はタクトが自分で作ったものです。自分で？はい、あの子遊んでいて鉄棒から手を滑らせたんです。しかし梶田さんは殴られたと強く主張されてましたよね。ですから誤解と申し上げているんです。私がどうしたのって強く問い詰めたもんですから、あの子つい先生に叩かれたなんて言ってしまったようです。いろいろすいませんでした。つまりお子さんが嘘をついたということですか。子供は無意識のうちに大人の期待に応えるようなことを言う場合があります。今回のケースもお母様があまり心配したのでつい話を大きくしただけのことなんです。幸い香川先生も心よく許してくださいました。ですから私としてはもうこれ以上ことは大きくしたくないんです。一番傷ついているのは清美さん自身ですから。私は皆さんに謝らなければならないことがあります。私はこれまでモンスターペアレントなどという怪物は存在しない、そう皆さんにお話ししてきました。しかしこの学校にモンスターは存在しました。マスコミにも騒がれてしまい大変申し訳ありませんでした。私はそのモンスターになった保護者の方と何とか信頼関係を取り戻そうと懸命に話し合いを続けてまいりました。その結果その保護者の方と信頼関係を得ることができました。この学校は再び教師と保護者が手を取り合って子どもの成長を見守る小学校に戻ったのです。私は思います。今回のことはより良い学校づくりのための試練だったのではないかと。そこで皆さんにお願いがあります。ここにいる誰もがいつモンスターに変貌するかもしれません。しかしその時こそお互いに話し合い理解し合う努力を重ねていこうではありませんか。教育委員会学校教育課です。あの私知ってるんです。え、何のことでしょうか。梶田拓人君の怪我についてです。え、ねえ、どこの誰だか言わなかったの。はい、
村と言います。梶田拓人君と同じクラスの北村直也の母親です。梶田清美さんはモンスターペアレントなんかじゃありません。どうぞ。失礼します。まあ高村さん、来てくださったの？ええ、先日はありがとうございました。あなたにはいろいろお力になっていただき感謝してます。申し訳ありません、受賞式前のお忙しい時に。結構よ、話し相手ができてちょうどよかったわ。一人きりだとなんだか緊張してしまって。ああ、校長先生でも緊張される時があるんですか？まあ私を何だと思いさ。友竹校長、お話があります。え？梶田拓人君に対する暴力事件の調査報告です。報告？香川先生は嘘をついていました。え？香川先生は確かに拓人君を殴っていたんです。何を言い出すの？どうしてそんなことが言えるのかしら。あの日拓人君と同じクラスの子が見ていたんです。いいから早く帰るんだ。だって絵の具がないと宿題の絵が描けないもん。宿題はいいから、暗くなるから早く帰りなさい。嫌だ。答えするな。その子のお母さんが打ち明けてくれました。校長先生は最初から香川先生の暴力をご存知だったんですね。それを隠蔽するために梶田さんをモンスターペアレントに仕立て上げた。そして私はそれに利用された。どこに証拠があるの？私が隠蔽したですって？全てあなたの憶測でしょ。いいえ、真実です。真実は立証されなければ真実とは言えない。あなた弁護士でしょ。法律家にとって真実とはそういうものではないかしら。私は弁護士である前に人間です。真実は法律の中にではなく人の心の中にあるのではないでしょうか。いたずらにことが長引けば組織が深手を負います。組織を守るのは上に立つ者として当然の責任です。そのための小さな犠牲は受け入れなければならないのです。校長先生が犠牲にしたのは子供の心です。子供を思う母親の心です。それを踏みにじって教育と言えるのでしょうか。友竹校長、あなたこそモンスターです。どうぞ。校長先生、そろそろお時間です。わかりました、すぐに参ります。あなたの貴重なご意見はこれからの学校づくりのための参考にさせていただくわ。どうも。
残念ね。あなたとは仲良くなれそうだったのに。私もです。友竹校長は民間企業出身ならではの斬新なアイデアで教育問題を次々と解決されてきました。先生の川野小学校は教師と保護者が一体となって子どもの教育環境の改善に取り組むモデル校として文科省より指定を受けています。すいません、ついかとなって殴ってしまいました。とんでもないことをしてくれましたね。タクト君とお母さんには謝ります。待ちなさい。あなただけの責任では済まないのよ。ではどうすれば。私の言う通りにしていただきます。これらの輝かしい友竹校長の業績は市民の大きな喜びであり、教育の道の将来を照らすものです。それではお迎えしましょう。今年度名誉市民賞を授与される川野小学校友竹真知子校長先生です。いろいろごめんなさい。申し訳ありませんでした。私の軽率な考えで梶田さん親子を苦しめることになってしまいました。深く責任を感じています。私にはこの仕事を続けていく資格がありません。辞めるんですか。はい。それがあなたの責任の取り方ですか。逃げるなんてずるいな。高村先生、責任を感じてるならぜひこのまま続けていただきたい。養育長、あなたの力を教育の場に生かしてください。それが本当の責任の取り方だと思うんですよ。戻れはしないけど、
しいから涙をくれたんだろう。言葉だけじゃ届かない日のために、だから抱きしめるよ。よくもうちの娘をたぶらかしやがって。神レベルの顔に提携してもらいたい。子供たちが下校するときに自宅まで安全に送り届けてください。先生が付き添ってあげるってのはどうでしょう。なんで私が付き添わなきゃいけないの。明日からでしたね。この番組はライオン、トヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。必ず子供への愛情があるんですよね。美咲に何かあったら学校と教育委員会の怠慢のせいです。大変です。松永美咲ちゃんが行方不明なんです。現在発売中の徳永英明さんが歌うこのドラマの主題歌「愛が悲しいから」の CD を抽選で100名様にプレゼントいたします。ご覧の宛先までご応募ください。